風が窓を叩く音で寝れない、うん、今日もまた前向きなことを考えたい僕だって人並みに一瞬だけ眠ったのに、うん、ノックの音で起きてしまった。返事してドアを開けたけれど誰もいなかった。魚肉ソーセージが食べたい料理せず丸ごと僕は狂ってしまったのかな。振り返れば当然の報いだな。窓を叩く音は僕以外は気にならないかもな。前向きなことを考えてる人はいるのか。この時代シラフ初心者だから、ぐるぐる回って何の役にも立たないな。魚肉ソーセージが食べたい好物でもないらしても明日の先が見えない。冷蔵庫あさりに行こう。